実際に体験した楽器屋さんで嫌な思いをした出来事。うわー、かっこいいベースがたくさんある。なんかどれか弾きたいなー。あ、そうだ、これ弾かしてもらおう。すみません。はい、なんでしょう。あの、このベース試奏したいんですけど。あ、はい、試奏してもいいんですけど。はい、なんでしょう。あの、あんま触らないでもらえます？え、それはどういう意味ですか？いや、だからあんま触らないでって、もうそのまんまの意味ですね。あの、汚れがつくんで。あ、わかりました。あんまり触らないようにします。あ、じゃあこれどうぞ。ありがとうございます。ベース受け取ったはいいけど、あんなこと言われたら弾きづらいな。すぐに返そう。ありがとうございました。あ、はい、よし、帰ろ。ん？楽器綺麗にするの大変だと思いますが、せめて態度良くしてください。